姫路運転区は、兵庫県姫路市に、かつて存在した西日本旅客鉄道の車両基地である。本校では、姫路運転区の前身であり、日本貨物鉄道乗務員区である、姫路機関区についても記述する。1987年4月1日の国鉄分割民営化により、阿保市電車区姫路発出所と姫路機関区の研修部門が統合され、 姫路運転区として発足した。姫路駅の東側、万丹線と山陽本線に挟まれた場所に存在し、転車台や線形庫を備えていた。万丹線、姫新線での旅客客車の牽引や、姫路駅構内での客車入れ替え作業を主に担当していた。姫路運転区には、機動車、機関車、乗務員が所属していたが、1990年3月10日に、 姫路車掌区と統合し、姫路列車区が発足した。配置されていた大半の車両は、姫新線と万丹線の運用を担当する、姫路鉄道部と加古川線の運用を担当する、加古川鉄道部に引き継がれた。近畿圏運行本部の略号である、金と、姫路の電報略号である、姫から構成された、金姫であった。 キハ37型機動車山陽鉄道によって1888年に姫路機関庫として設置された。日本国有鉄道時代は大阪鉄道管理局に属し姫路機関区と称していたが1946年に貨物列車及び支線育担当の姫路第一機関区と旅客列車担当の姫路第二機関区に分離された。 1985年3月14日付で、姫路第一機関区は、姫路機関区に、姫路第二機関区は、姫路機関区姫路南発出所に解消され、車両配置は、姫路機関区に、乗務員配置は、姫路機関区と姫路機関区姫路南発出所となった。さらに、加古川機動車区に所属していた機動車の、 計3 1両が1986年11月1日に姫路機関区に転属し、加古川線と鍛冶屋線が運用担当範囲に加えられた。さらに姫路機関区姫路南発出所が阿蘇市電車区姫路発出所へと解消された。国鉄分割ミニエーー後は姫路機関区の運転部門だけが、 JR 貨物に引き継がれ、乗務員が所属していたが、1995年7月1日に、姫路総合鉄道部へ改組された。現在は、姫路貨物駅に併設されている。姫路機関庫は、姫路駅南部に設置され、レンガ積み40フィート転車台1機及び2000の研修庫を備えていた。 この転車台は二代目の転車台建設により撤去され、大下駄を軍艦に見立てて、日露戦争の兵士を完走したとの逸話がある。1906年の山陽鉄道国有化に伴う、機関車の大型化のため、初代転車台の南側に、新たな転車台が1903年に建設された。 レンガ及びコンクリートを用いた60フィート転車台で、その西寄りには15線の線形庫を備えた。1921年に行われた、さらなる機関車大型化により、20メートル規模に改築された。1929年には、機関庫規模拡大によって3代目となる転車台が建設された。 改修後の2代目とほぼ同様の規模である19.38メートル規格の転車台で、姫路駅東部、山陽本線と万端線の分岐点付近に設置され、転車台北たよりには、線形向を備えた。1946年に改修が行われ、20メートル規模転車台となった。1946年の組織改正時には、3代目転車台周辺を、 姫路第一機関区、二代目転車台付近を姫路第二機関区とした。二代目転車台は1970年代頃には撤去されたが、三代目転車台及び機関庫はその後も活用され、後の姫路運転区発足時も現役であった。旅客車は大阪鉄道管理局の略号である大と姫路の電報略号である姫から構成された、 大姫で、帰還者は、姫路を示す、姫である。姫路第一帰還区と姫路第二帰還区が存在した、当時の略語は、それぞれ、姫一、大姫一と、姫二であった。1931年1月末時点では、姫路帰還庫に500系、8620系、C51 系、5900系、D50 系、6000系、 6 4 0 0系、6 7 0 0系の蒸気、機関車が合計47両配属されていたが、これは、水田機関庫伊勢、広島機関庫伊東では、最大の、両数であった。1944年3月末時点では、姫路機関区に、C10K、c 1 1系、C53 型、c 5 9系、d 5 0系、d 5 1系、b 5 0系 C50 系の蒸気機関車が合計70両も配属され、山陽本線を中心に引き続き鉄道の要衝として重要な拠点を形成していた。1959年3月末時点では、姫路第一機関区に9600系蒸気機関車が5両、C11 系蒸気機関車が16両、177、178、179、190、 213,222,278,280,292,311,314,331,342,343,363.364,D52 系状機機関車が15両 D62, 系状機機関車が1両配置され、姫新線や万端線の客車、貨車牽員。 山陽本線の貨物牽引などに使用された。姫路第二機関区には、山陽本線旅客列車牽員用として、C59 系蒸気機関車が14両配置されていた。1959年から1960年にかけて、山陽本線姫路伊勢の電化が進行していくと C 59へ、C59 系へ、D52 系、 D62 型は用途を失い、岡山機関区や広島機関区、文字機関区などへの転廃や廃車となり、姫路第二機関区は乗務員区として存続するものの、車両の配置はなくなった。1964年度には、蒸気機関車を置き換えようとして、姫路第一機関区に、DD13 型ディーゼル機関車の、1971年度には、 で重0ディーゼル機関車の配置が開始された。1971年3月31日時点で蒸気機関車は C11 型が重量を所属するのみとなった。1972年に万端線での C11 系運用が終了し、1972年度中に蒸気機関車は全廃された。電気機関車の配置は基本的になかったが、 乗務員訓練のために e f 6 0 8 8が申請後しばらくした1965年2月8日から21日まで姫路第一機関区に EF91 が1967年に姫路第二機関区に貸し出されることがあった。1980年度には姫路第一機関区にキハ40型が11両とキハ47型が8両配置された。 C11 系蒸気機関車292号機が東京の SL 広場に保存展示されている。DD13 型ディーゼル機関車は国鉄分割民営化までに全廃された。1986年11月1日付で、加古川機動車区に所属する31両の機動車が転入した。国鉄分割民営化時には以下の車両が JR 西日本に継承された。ありがとうございます。